チ、ブログを更新、テレビ番組の生放送で見せたハイテンションな言動が話題となったことを受け、真意を説明して一部の批判的な声に反論した。華原は22日から23日にかけて放送されたフジテレビ系 FNS27 時間テレビの特別企画千鳥の鬼レンチャンサビだけカラオケタッグモード大会に出演し、自身のヒット曲などを熱唱して衰え知らぬ美声で視聴者を魅了した。共演者とのトークでは終始ハイテンションかつ自由奔放な振る舞いで番組を盛り上げ、 IMPROUD を歌い切った後には仰向けに横たわって小室さん大好きだよと絶叫し、ブログを更新、テレビ番組の生放送で見せたハイテンションな言動が話題となったことを受け、真意を説明して一部の批判的な声に反論した。華原は22日